第3節、東洋医学的病理観から考案したがん治療のための瞑想法がん細胞とは非行少年のような存在であると考える東洋医学的ながん病理観からすれば非行少年を正しい方向に導いて善良な市民に戻すというようなイメージの内容を持った瞑想法のプログラムの方がより実態に適しています。具体的には がん細胞は弱く混乱した細胞であると考えるのはサイモントンと同じでもそれを殺し破壊し尽くすのではなくがん細胞の存在を認めて受容しがん細胞と利益を分かち合いながら共に生きていくうちにがん細胞が徐々にその姿を変えて光り輝く健康な細胞の姿に戻っていくというようなイメージを考えることが適切ではないかと思えるのです。 島学説ではがん細胞は病的な状態に陥った赤血球が集合して形成されると考えていますこの場合その色調は濁った暗赤色から黒褐色さらに外白色から灰黒色と想像されますし実際の手術的出臓器で見るがん組織もこのような色調を持っていますこのような汚れた色調のがん細胞の塊が 黄金色の光を浴びて徐々に色調を変え火が燃え上がるような線香色の赤血球に戻って治癒していくというイメージが適切ではないでしょうか罹患した臓器のイメージが具体的に持てる場合はその状態をイメージ上に視覚化することは良い効果をもたらします現代では医師から眼病層のレントゲン写真や内視鏡写真を見せてもらうことも可能です 例えば胃のある部位に癌病巣が存在することが医学的診断から分かっていれば自分の体の中に解剖学的に正確に胃の病巣をイメージし黄金色の光を浴びた病巣が濁った暗い汚れた色から赤い色に徐々に変化しさらに黄金色に変化した後にのぞきに縮小して治癒し 正常で健康な胃に戻っていく状態をイメージすればいいのです。人によっては病気を治すために何かをイメージしたり想像したりすることにより自分の内部に変化が起こるなどとは信じられないと思うかもしれません。しかし真実は逆です。イメージを使うことによって自分でも触れたことがなかったような事故の強さを引き出す手がかりが得られるのです。 さらに病気を治すなどんな形のイメージを選ぶかは実はあまり重要な問題ではありませんなぜならそういうイメージを通じて実は自分の心の真相に秘められた知恵に触れようとしているからですイメージは親しみやすいものであることに越したことはありませんが大切なのはこの知恵を信頼し それに向かって自分の心を開くことです。初めからイメージ療法に対して心を閉ざしていたのでは、何の効果も期待できないのです。イメージ療法に使うイメージの内容は、熟達してくれば自分自身である程度は作り上げても構いませんが、初めのうちは伝統的に病気治癒に効果があるとされている定型的なイメージを選んで訓練するのが。 一番効率の良い方法です武道や茶道に型という練習のためのプログラムが存在しそれに沿ってトレーニングを積むのが上達の近道であることに似ています。ここでは白隠れ禅寺の禅巣の法真言密教の瞑想法チベット密教の瞑想法などを参考にしてがん治療のための瞑想法プログラムを作りました。 チベット密教の道士トゥルク・トンドゥップチョの心の治癒力に次のような瞑想によるガン治癒の実例が記録されているので引用します。ハリー・ウィンターは1988年72歳で肺がんと診断された。余命6ヶ月と診断されたが経験を積んだ瞑想家であったハリーは心の力によって少なくとも病気の進行を遅らせることはできる。 ということに大きな確信を抱いていた。心をリラックスさせ、精神的な障害物を取り除く瞑想に加えて、ハリーは毎日30分間、癒しの感想瞑想し、ある対象を視覚化することを始めた。2回にわたった手術の後、医者たちは、ハリーがまだ生きており、がんが消失していることに戸惑った。5年後に病気が再発すると、ハリーは、 寝たきりになるだろうことを理由に3回目の手術を拒み毎日深い瞑想を続けたある時期瞑想は1日8時間に及んだ80歳の誕生日にはハリーの癌は完全になくなってしまっていた身体は全体的に6年前より健康になっており医者たちを驚かせたたくさん瞑想した収穫として 精神的な豊かさも深められたハリーが行っていた瞑想は城下の仏陀である金剛薩地から癒しの甘露が降り注いでくるというイメージ感想を用いるものだ頭上にいる本尊の金剛薩地から甘露が自分の身体に滴り流れ落ちてくると心の中でイメージするハリーはその甘露が自分の身体のがん細胞に触れ それを癒すのを助けるとともに自分に煩悩の障害をも浄化すると考えた。ハリーの瞑想はすべての生き物と宇宙全体が浄化さ。れますようにという祈りを常に伴っていた。